こんにちは。朝日鍼灸整骨院の澤です。今日はですね、秋の季節の冷えについてお話をさせてもらいます。夏に比べて秋の季節っていうのはどうしても体が冷えやすくなってしまいます。その中で特に影響が大きいのが寝冷えです。夏に比べてどうしても晩だったりとか朝方の気温がぐっと下がるようになってくるのと、あとまたそれと同時に人間の体っていうのは起きている時と寝ている時を比べると、寝ている時の方が外部からの影響を受けやすいっていうのがあります。なので外の気温、寝ている時の温度が下がるっていうのは思っている以上に体が冷えてしまって、で体にいろいろな悪影響が起こってしまいます。体が冷えると、皮膚とか筋肉が縮んでこわばってしまうことになるので、それによって血圧が変化しやすくなったりとか、あとはこう喘息のような症状が出てしまったりとか、鼻血が出たりとかむくみが出たりっていうふうに、結構たかが寝冷えっていうふうに言っても、いろんな症状が出てしまいます。では、寝冷えをしないようにするためにはどういうふうに気をつければいいのかっていうと、当たり前のことなんですけど、まずは着るものだったりとか布団を少し分厚めにしてあげるっていうのも一つですし、あとは窓際とか外に近いところでは寝るのを避けて、どうしてもそういうふうなところで寝ないといけない場合はカーテンを分厚くしたりするっていうのも一つの方法です。あとはお風呂ですね。お風呂に入ってすぐに寝るっていうふうになると、体は、お風呂に入ったことで温度が上がるので、その上がってしまった温度を元の体温のところに下げようとするんですけど、その上がったままですぐ寝てしまうと、体は温度を下げようとすると同時に、寝てしまって無防備な体に冷えが入ってしまうっていうふうになると、冷えの影響が大きくなってしまいます。なので特に秋は寝る1時間前にはお風呂を済ませておいてあげると効果的かなと思います。でまた最後にですね、朝起きた時にどうも調子が悪いとか寝冷えの影響があるかなっていう方におすすめなのは、朝厚めのお風呂に入るっていうことです。夜体が冷えてしまっているので、それを朝お風呂に入って温めてあげるだけでも寝冷えの影響っていうのはぐっと軽減されるので、気になる方は試してみたらいいかなと思います。それでは皆さん、また最初お会いしましょう。さよなら。